あのさささっと、すごくわかりやすい説明で理解しやすかったです。あとスライドで気になったのが4枚目のスライドなんですけど、これ医療経度の字が大きくなってるんですけど、この地図の方を大きくした方が分かりやすいかなとは思いました。そうね、うん、あとさっきの話にちょっと戻っちゃうんですけど、あの点々がいっぱいある図と、うん、下に棒がある図があるじゃないですか。あれ見た時に私下の方の図しか見なくてこのスライド理解できたから、上の図はいるのかなってちょっと疑問に思いました。なるほど、下本当に丁寧にきちっと言ったら下だけでいいかもしれないです、うんうん、点々あってもあんまりないかなと思いました。上を一枚一瞬見せてこれじゃ分かりにくいので分かりやすくしましたでいいかもしれないね。説明しなくてもこういう風にプロットしました、分かりにくいのでこれ、うん、的確スライドに情報量がちょっと、まあ、全体的にちょっと詰まっているのでちょっとあの目で追えない部分とかあるかなっていう気がしました。おお、これ、うん、どれが全部多い、全部というか、まあ、全体的にこれが多い。あの1枚のスライドを安藤の説明は大体30秒から1分ぐらいで言ってる感じなのかな、自分としては。まあ大体1分ぐらいか、2分の間ぐらいです。で安藤はまあそれで読めると思うんだけど、初めて読む人はこのスライドに書いてある文字の全てを読み切ってグラフの縦軸横軸が何であるかを理解して、色が何を表すかを理解するのに多分5分以上かかるぐらいの情報があると思う。と思わない？多分1枚の図、パネル1枚の図で1分は少なくてもかかるよね。どういう図だな、あのプロットの赤が何を表してて青がで横軸がこうということで0がここにあるということは上にあるのがどういうという意味でとかってなると、まあどんなに慣れてる人も1分かかると思います。1枚の図に対してで3枚パネルがあると3分かかります。でそれ以外に文字が何文字か書いてあるとそれを書いてあると読んでしまうので、書いてなければ読まないけどね、書いてあると読んでしまうのでそれにまた1分ぐらいかかります。でそれを読もうとしながら安藤の話を聞きます。1分ぐらいの説明で、でも安藤の話は1枚目の図を喋ってるか3枚目の最後の図のオレンジ色の棒について喋ってるか、それも自分の頭の中でこうマッチアップさせないといけない。ですごく忙しくなっちゃうんだこっちは。その忙しさを緩和させてほしい。忙しくないようにするにはどうすればいいっていうことを考えてくれればまあだいぶ良くなると。情報量を減らすというか分割してあげればいいんです。安藤が説明の0から15秒までに喋ってる内容の話っていうのはこのパネルの中の
一部について喋ってるわけでしょ、左上についてだけ喋ってるわけで、その時間はその図しかない状態が一番楽なんだ、聞いてる方は。で15秒から30秒の時は次に2枚目の図について多分喋ってると思うんだけど、その時はその図しかない方が楽なんです。なんでかっていうと、15秒から30秒の説明をしてる時に聞き手は、アンドが1枚目のことをまだ喋っているのか、もう3枚目のことについて説明が移っているのか、それを判断して、あ、2枚目だなって思わない限りマッチアップしないからです。ややこしいよね。でも1枚しかなかったらもうそれしかないよね。それだけ見せて、今言葉が流れてくるんだから、それの図の説明でしかありえないよねっていう状況にするのが一番楽です。これでこう刺す、刺す必要がないぐらいにシンプルなスライドが一番楽です。これは弱いです、ここですとか、こう見なきゃいけないからね。それを追っかけて、でなおかつ安藤の話を聞いてってことをやる作業が多くなれば多くなるほど、ついていくのが、体力がある人はついていける、体力がない人はだんだん遅れを取っていくっていう感じになる。消しても大丈夫なんですか、分割すればいいんだ。同じ量を、これだったら3枚のスライドに分割して同じ量の情報を与えれば同じことでしょ。で、比較するということが本当に、この3枚の図比較するということが本当に大事だったら、それを最後に持ってくればいい。もう一回1枚ずつ見せて、これを分けるんだったら3枚の図を1枚ずつのスライドに分けて、最後に比較するという図を1枚つける。で、時間はほぼ同じか短くなるぐらいだと思う。30分をちょっと超えてしまったので、グッサン、すごい難しい話だったと思うんですけど、今の説明が丁寧だったので、私は抵抗なく、あまり抵抗なく聞けました。で、で、このテーマを選んだのが気になって、テーマを選んだ理由を最初に言ってもらうと、もっと興味を持って聞けるかなと思いました。その通りだね。3年生はものすごく気になる。延直流が測れるというのが大きいですね。まあ、そういう研究もできるとは思うんですけれど、でもこの乱流フラックスっていうのはかなり、海と大気のそのやり取りの研究があまりなされていないですし。
海が大気に与える影響もその重要な要素ですよね。その最初に熱がやり取りされる。でもこれが全然分かっていない。海あの地球上の地球は7割が海ですよね。だからその海が大気に与える影響ってかなり大きい。でもその海が大気に与えるそのエネルギー の, あ の, その見積もりは間接推定がほとんどで、本当に直接観測されたというのは全然ないので、直接観測によって、まあ、すごい精度の高いものを求めて、まあ、その海が大気に与える影響っていうのをこう調べることって重要じゃないのかなと。日本でも周りが海に囲まれているので、その日本の気象に限ったとしても、その海が気象に与える影響ってあのすごいたくさんあると思うので、まあ、風でもいいんですけれど、まあ、エネルギー